とバッチ。今週のテーマは盛り上げよう希望郷岩手国体希望郷岩手大会希望郷岩手大会リハーサル大会。今年10月に開催される希望郷岩手大会、そのリハーサル大会が6月4日土曜日から12日日曜日まで盛岡市、花巻市、北上市、奥州市、一ノ関市、雫石町で開催されました。競技の運営方法や体に障害がある選手たちへのサポートなど、実践を通して本番に向けた課題を確認しました。秋の本番の会場でそれぞれ開始式をやったり試合やってるわけですね。そこに選手を皆さんにこう移動させていただいて、そして開会できる、これは本番でも生きることだと思いますし、本当にそういう意味では関係者の皆さんのご努力に本当に感謝しております。大会本番へ向けて日々練習に励んできた選手の皆さんにとって、県民の熱い応援が後押しになります。励みになって力になります。3年間の思いをぶつけたいと思います。ベストタイムをさらに叩き出して頑張るということです。競技補助員の皆さんも大会の成功のために熱い思いを持ってリハーサル大会に臨んでいました。何回かやったことあるんですけど、やっぱりその緊張感がいつもよりすごいちょっと高かって、でもすごいいい緊張した中でできてよかったと思います。今日やっぱり学んだことを生かしていきたいし、もう今日よりもいいものが作れるように、やっぱり自分ももっと集中して精一杯仕事をやっていきたいなと思います。これからあとまだまだ練習続きますけれども、県民の皆さんの期待に絶対応えれると思っておりますので、ぜひ応援をよろしくお願いしたいと思います。10月に向けて機運が高まる希望郷岩手国体希望郷岩手大会、成功に向けてさまざまな取り組みが行われています。私たちも積極的に参加し盛り上げていきましょう。岩手ワンコ広報室、次回お楽しみに。